アラメさん、こちらぜひこれ。それでは今回なんですけども、10% キャッシュバック、楽天銀行デビットカードを使うなら今がお得なキャンペーンということで、今回は楽天銀行デビットカードについてのキャンペーンをお伝えしていこうと思います。ということで、まず概要からなんですけども、期間中合計100円以上のご利用で、ご利用額の 10% を現金でプレゼントということで、これは嬉しいですよね。今回は、その楽天のサービスなので、まあ楽天ポイントかなと思ったんですけども、現金が戻ってくるっていう素晴らしいキャンペーンですね。で、キャンペーンの期間なんですけども、2019年の5月の24日から5月の30日ということで、すでに始まってますね。ちなみに、5月の31ではなくて30日までなので気をつけてください。そして今回の条件なんですけども、大きく分けて3つあります。1つ目はまずエントリーが必須ですね。このエントリー方法については後ほど解説させていただきます。次に、期間中に楽天銀行デビットカードで100円以上を利用することということですね。あとは、付与の上限としたら5000円までということなので、まあ例えば、まあ5万円のお買い物をするのであれば、楽天銀行デビットカードであれば上限のマックスまでもらえるということになります。そして今回のエントリー方法ですね。これは楽天銀行のアプリをまず開いていただいて、まずはそこでログインをしていただきます。そしてここのキャンペーン応募というところをタップしたら、ここの画面が出るので、そしてこの部分でエントリーというところをタップすればエントリーが完了です。結構簡単ですね。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。楽天銀行デビットカードのユーザーに特化した内容だったんですけども、まだその6月からいろんなキャンペーンが始まるまでに期間が少しだけあるので、まあもしお持ちであれば試してもいいのかなと思います。まあ僕自身も楽天銀行のデビットカードのブランドとしては JCB を使ってるので、もしまあ使うタイミングがあればまあ試してみたいなと思います。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。